ただいまより第68回町露伴真田祭り真田十万石行列の出陣式を開会いたします。はじめに本日は大変お忙しい中、多くの来賓の皆様方にご臨席をいただいております。舞台横掲示板にお名前を掲出しておりますので大変恐縮ではございますが、ご来賓の皆様のご紹介に変えさせていただきます。なお、ご来場の皆様には後ほどご確認をくださいますようお願いいたします。それではここで主催者を代表いたしまして、町露伴真田十万石祭り実行委員長香山敦美よりご挨拶を申し上げます。香山実行委員長、お願いいたします。皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました実行委員長の香山でございます。今日第68回の真田十万石祭りを開催いたしましたところ、国会議員の先生方をはじめ多くのご来賓の皆様方をお迎えし、またたくさんのですね観客の方々にご参集賜りまして開催できますことを本当に嬉しく思うところでございます。68回という数えていきますけれども、ちょうど水害があった年からですね、コロナの年まで3年間開催できなかったわけでございますけども、昨年は上田からですね真田信之さんが、真っ白にやってきて400年という節目の年だということで、行政や会議所のお力をいただきまして盛大に開催しましたところ、本当にですね大勢の皆様方に喜んでいただいて、また地元も非常に元気になりました。この真田十万石祭りっていうのは地元にとってもとても大事なお祭りなんだったなということを改めて感じまして、今年はですね501年に向かって再スタートを切ろうという意気込みでですね地元を挙げて企画をし今日に至っております。大勢の皆様方に企画に携わっていただきまして本当に感謝でございます。今年のテーマは、NHK 大河ドラマの徳川家康どうする家康ということですね。それに絡めまして、真田信之公と徳川家康というテーマで行列を組ませていただきました。今日はですね真田14代のご当主に、信之役で、馬上に乗っていただくということでございますけども、また、荻原市長さん、それから商工会議所のですね水野会頭、それぞれ、乗っていただいてですね、あと公募していただいた皆さん方にも乗っていただくわけでございますけども、まあ、非常に、素晴らしいもう長野県がもう、代表するような方々にもですねお馬に乗っていただいて真っ白中を練り歩くといった形でございます。どうか皆様方、ですね今日は SNS どんどん発信していただいてですね、まだまだ真っ白全国というよりも世界にはまだ知られてない存在でございますけども、この祭りを通してですね皆様のお力をいただいてどんどん SNS 発信していただいてですね全国の真っ白、そしては世界の真っ白になるように皆様方のご協力をお願いしたいとこのように思います。どうぞ一日真っ白楽しんでください。ありがとうございます。香山実行委員長、ありがとうございました。続きまして長野市長荻原健司様よりご挨拶をいただきます。荻原市長にはこの後真田十万石行列に雪村名で知られる信重公役にてご出演をいただきます。それでは荻原市長お願いいたします。皆さんこんにちは。
ご紹介をいただきました真田信繁でございます。今日はですね、この甲冑着させていただいて、この後、馬にも乗せていただくということで、とても感激しております。いずれにいたしましても真田十万石祭りはですね、長野市そして松代にとってもうなくてはならない秋の一大イベントになってございます。もういよいよ70回を迎えるという中でですね、本日もこれだけ大勢の皆様に、駆けつけていただいて、そして、これから始まる行列、ご覧いただくことになりますけども、本当に嬉しく思います。まあ、私も今市を預からせていただいて2年になりますが、本当に幸せだなと思うのは、この長野市にはですね、今と昔、いわゆるこういう戦国時代、江戸時代の、風情漂う松代があるということは、これはもう長野市の宝です。これから今特にですね、コロナが明けてきた中で、インバウンドももう今活発になってきております。実は先日タイ中国に、まあ、観光のトップセールスに行ってきたんですけれども、タイの皆さん、中国の皆さんもですね、とにかく日本に行きたいっていう、そういう思いがあふれ出ておりました。私はそういう世界のですね、インバウンド需要をしっかりこの長野市、そして、この文化財が残る松代を生かすことによって、長野市が世界的にも注目される街にしていきたいと思いますので、ぜひ皆様のまたお力添え、ご支援をお願いしたいと思います。最後になりますけども、この大会、このお祭りを機に、本日ご出席の皆様、ご参加の皆様が、ますますご健勝でご活躍いただきますことを心から記念をして、挨拶にさせていただきます。皆さんご来場ありがとうございます。長野市長荻原健司様、ありがとうございました。それでは続きまして、松代藩真田家14代当主真田幸俊様よりご挨拶をいただきます。14代当主には真田家初代藩主信彦役にてご出演をいただきます。それでは真田幸俊様、お願いいたします。本日はですね、真田十万石祭りがこのように盛大に行われますことを心からお喜び申し上げます。また大変多くの方々に、ご来場いただいて、ありがたく感謝しております。先ほどですね、中国から来られた方というの、方と写真を撮りました。今お話を伺っていると、もしかしたら荻原市長のご尽力によるものかもしれません。真田家も国際的になったものかと大変感激しております。今年はですね、真田信行と徳川家康ということで、家康、あるいは石川数正、本田忠勝というような大河も出ております。今大河ドラマで真田家は天下の政治を担う非常に、重要な役割を担っている、ちょうどそういう場面が放送されております。歴史のですね、転換点に真田家がいたということを鑑みまして、ぜひタイにご参加の皆様は、胸を張ってですね、歴史の重さを感じながら今日行列に参加していただければと思います。毎年言うことですけれども、お祭りは前に立って、馬に乗るもの、タイを形成するものと、また後ろでそれを支えていただくものがいて初めて成り立つものでございます。ご来賓の皆様、長野市長様はじめご指導をいただいた皆様に、感謝と御礼を申し上げて、またこのお祭りを支えていただいている皆様にも感謝を申し上げて、簡単ですけれども挨拶とさせていただきたいと思います。本日はどうかよろしくお願いいたします。真田幸俊様、ありがとうございました。それではここで本日ご臨席を賜りましたご来賓の皆様よりご祝辞を頂戴いたします。最初に衆議院議員若林健太様、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。第68回真田十万石祭り、こうして盛大に開催されること、心からお喜びを申し上げたいというふうに思います。今日は暑からず寒からず、
真田十万石バレということでですね、あのお祭りには大変いい天候だとこんな風に思います。歴史と文化の街、この松代であります。武家屋敷もあり、そして様々な歴史が引き継いで、この松代の皆さんはその歴史をとっても大切にしながら、こうして暮らしていただいているところであります。ぜひ武者行列も素晴らしいですが、松代の街を楽しんでいただいて、今日一日、十分に、素晴らしい日となりますことをご記念申し上げたいというふうに思います。お祭りの成功を心から祝して、お祝いのご挨拶にさせていただきます。おめでとうございます。衆議院議員若林健太様、ありがとうございました。続きまして衆議院議員篠原崇様、お願いいたします。どうも皆さんこんにちは、衆議院の篠原崇でございます。毎年お招きいただきましてありがとうございます。今日ちょっと早く参りまして、非常に勉強させていただきました。火蓋を切るっていうのはよく使われますけど、火縄銃のことだというのを初めて知りました。それは戦火をくぐりっていうと戦いの火ですね。あれも多分火縄銃で煙がもうもうと立っているところから出たんじゃないかなと思って、戦国時代からみんな発してるんじゃないかなっていうのを後で調べてみます。だから皆さん今大河ドラマ田中さんの話の中にもありましたけど、楽しんでおられると思います。大河ドラマに一番出てくる時代は何かというと、圧倒的に戦国時代だそうです。それから幕末と、だいたい相場は決まってます。現代もののちょっと青森のリンゴ農家なんかでやったことありますけど、だんだん悪評プンプンでまだ時代劇に戻っております。で、真田家です。ちょうどその関わりで、真田丸の家ってありましたけども、正彦を演じた草刈正雄さんのどうでもいい話、ファミリーヒストリー、あれご覧になった方いっぱいおられる、ご覧になった方いっぱいある。僕はあれ、こういうドラマがあるのかって見ておりました。もちろん真田丸のところで、それがどうでもいい話ですけど、雪村が主人公でしたけど、僕はお父さんの正幸の方が応援しておりました。で、真田は特に私は好きで応援してるんですよ。ごましてるわけじゃないですよどうしてかというとですね、その筋を通す姿勢、真田家の繁栄だけ、それもちゃんと続くように布石は打ってあるんですけども、ちゃんと時の権力に歯向かう、その姿勢に惚れ惚れしております。私もそれに準じて歯向かってるつもりですけど、あんまり効果ありませんけどね。だけどこういう姿勢は必ずその時は首かしげられても、後の人たち、後世、歴史がちゃんと評価してくれるんじゃないかと思っております。ですからこの真田十万石祭りちゃんとやってるということ。それからもう一つぜひ考えていただきたいと、ちょっと厳しいことになるかもしれませんけど、私外からずっと長野一区を見てます。知られてほしい、こう思ってますけどね。観光で言うとですね、なんか長野のこの辺りというとですね、スノーモンキーと葛飾北斎に負けちゃってるんじゃないかと思います。僕はこれは本当にそうなんですが、松代の方はずっと歴史的史跡はあります。で、真田十万石祭り非常に盛んです。ですけどその後きちんと訪問していただくと、歴史の好きがいっぱいいるわけです。歴女という言葉、歴史の好きな女性というのは入りました。しかしその受け入れ体制があんまりなっていないんじゃないかという気がします。僕は松代こそ、今市長さんが言われました善光寺があります。あれはもう確立された、あの柱です。もう一つ僕は松代があっていいと思うんです。これはぜひ深山さんともに考えていただいて、ますます松代が世界、日本だけじゃなくて中国にも知られることを記念いたしまして、お祝いの挨拶にさせていただきます。毎年ご招待ありがとうございます。衆議院議員篠原崇様、ありがとうございました。ご出席のご来賓の皆様全員にご祝辞を頂戴したところではございますが、時間の都合上により以上とさせていただきます。ありがとうございました。それではここでステージ上の本日行列に出演される方々をご紹介いたします。
真田信彦役、真田家十四代当主、真田幸俊様。真田信繁公役、長野市長荻原健司様。小松殿役、小林由美様。真田正幸公役、長野商工会議所会頭、北斗株式会社代表取締役社長、水野正義様。徳川家康役公役、北条龍介様。豊姫役、中里葵様。正姫役、松本柚月様。万姫役、酒井秀香様。石川数正公役、黒田哲也様。本田忠和公役、松代町金融団長野信用金庫松代支店支店長、土屋幸三様。以上の皆様です。それではここで本年の真田十万石祭りに明治安田生命保険総合会社様より助成をいただきましたので贈呈式を行います。明治安田生命様は地元の元気プロジェクトを展開されており、その一環として全国へのお祭りの助成を実施されております。真っ白藩真田祭り、十万石祭りが地域社会に根付いた伝統ある文化事業であり、地域との絆を深めながら地域社会の発展につながればとの思いから、昨年に引き続いて真田十万石祭りに助成をいただくこととなりました。それでは明治安田生命保険総合会社篠ノ井営業所長高橋由紀様より、実行委員長加山厚美に目録が贈呈されます。お二方前へお願いいたします。明治安田生命保険会社総合会社高橋由紀様、何か手違いがあったようですね。申し訳ありません。それでは贈呈式は後ほど、はい、やらさせていただきます。ここで祝電を頂戴して祝電を頂戴しておりますのでご披露を申し上げます。第68回真っ白藩真田十万石祭り行列進式が盛大に挙行されますことも心よりお喜び申し上げます。公務のため急遽出席が叶いませんことを残念に思い お詫び申し上げます。秋晴れの城下町で繰り広げられる華やかな時代絵巻、郷土の歴史を今に伝える意義ある真っ白藩真田十万石祭りの開催にご尽力いただくご関係の皆様に新人なる敬意と感謝の意を表します。本日の行事のご成功とご参集の皆様方のご健勝をお祈り申し上げます。参議院議員杉尾秀哉様よりいただいております。それでは以上をもちまして第68回真っ白藩真田十万石祭り真田十万石行列の出陣式を閉会といたします。この後12時10分より真っ白城南門前で皇位地震などの出陣セレモニーがございます。お楽しみください。それでは皆様ありがとうございました。